三上元は、日本の政治家。古才市議会議員。元静岡県古才市長。静岡県新書村美の丘出身。新書村立新書小学校。古才町立岡崎小学校。古才町立は静中学校を経て、静岡県立浜松北高等学校卒業。慶応義塾大学卒業。1968年、株式会社声優ストアに就職。 全政遊労組中央執行副委員長を3年間、務めた。1983年、府内総合研究所に転職。1992年5月22日、日本新党の発足時に同党に入党。1994年、府内総合研究所の取締役に就任。週刊府内ファックスの編集長と主筆を務めた。1998年、 同書取締役を辞任。故郷に戻り様々な団体を設立した。2004年11月の古西市長選挙で初当選。12月6日市長就任。2008年再選。2011年5月14日に浜岡原子力発電所が全路停止した後、同原発の廃炉を求める訴訟の原告団に参加した。2012年4月28日。 脱原発を目指す市長会議の設立総会が開催。同団体に世話人として参画する。同年11月の市長選で参選挙。2016年6月29日、次期市長選に出馬しない意向を、講演会の会合で表明。同会合において、すでに市長選への立候補を表明している、影山武氏と菅沼康久のうち、 菅沼を支援する考えを示した。11月20日投開票の同選挙では影山が菅沼を破り当選した。2019年3月28日、立憲民主党静岡県連は翌月に告示される古才市議会議員選挙に三上を公認したと発表。同年4月21日、1744票を獲得し、5位で初当選。 2004年11月21日執行。自由民主党、公明党の推薦を受けた現職の山本正館を破り初当選した。当日有権者数33,303人、最終投票率 66.93%2008 年11月16日執行。連合静岡湖西地域協議会や農業、共同組合。 鈴木などの支援を得た元市議の豊田都市を抑え、再選。当日有権者数、33,839人、最終投票率、57.28%2012 年11月11日、執行。自民党の推薦を得た元県議会議長の佐原、鉄郎を破り参戦。当日有権者数、47,455人、最終投票率、 60.38%ありがとうございます。